の木くずですから。ビワチャンネル始まるよ。全員集合。はいどうも。はい。ビワチャンネルです。な、何ですか何ですか何ですか。ああ。熱気ですね。新商品。一日分の。しれっと買って、まさかの売り主さんも気づかないレベルで買った。インスタ上げたらマジでみたいな言ってよとか言って翼くんのコメントがあったね。そうですね、はい、あのここはちょっと作戦勝ちですね。はい、もう何このヒッチ、まあ、この辺はまた、うん、これ踏んでもいいよ、ね、多分大丈夫だと思うんですよ。あのボディが行かなければ大丈夫です。これでねボート引っ張るらしいから。いやボートはちょっと船舶持ってないんで。そうそうそう、あの箱をつけたいんだってね。そう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 、積載量がないんで、ないから、まあエブリだろって言われたら終わりなんですけど、いかんせんこういうことになってるわけですよね。すごいんですよ、このこれ全部がここへ収まってたわけですよ、はい、そしたら詰めないじゃん、はいはい、まあそういうことでそこつけよう、まあこれ多分グレープベースでまた上げるんで、そうですね、まあそっちで見てもらって、はい、今日は、はい、あの前回になるのか分かんないですけど、はい、引き続いてこの車のテーマは断熱なんですよ。断熱、はい、黒だから熱いんですよ、はい、でグレープベースで上に断熱材を入れました。前に、断熱性の高い赤系を入れました、はい、今度は後ろですと、グローか、グローですね、前はグローを入れました、はい、はい、で今度は後ろは後ろ、はい、あのどうやらおすすめがあるそうなんで、はい、最近出たというね、はいはいはい、まあ、IK シリーズというねメープルメーカーのところで、はいはい、スモークガラスに、はいはい、貼ってちょっと今までの黒しかなかったみたいな、まあまあまあ、でまあ、はいはい、まあ俺らはね昔からミラーを貼って黒を貼って重ねて、はい、黒ミラーを表現してたんですよ。はいはいはい、でもっと昔は、はい、ベンツの W140 かな、はい、合わせガラスの横の合わせガラスのベンツは真ん中にミラーが挟まってたんですよね。おー、そこに黒いフィルムを貼ると黒ミラーになってたんですよ、はいはいはい、でそれをみんなよくて、はいはい、真似してて、でもこういうスモークガラス、プライバシーガラスが出る前だったから、はいはい、出る前はあのハーフミラーというのがあったの、はいはいはい、黒っぽく見えるミラーというのがあって、はいはい、でその次の時代になってこの、プライバシーガラスっていう黒が入ったから、はいはい、出てきたんですよ、はいはいはい、でそしたらもう遊びようがないと、まあそういうことですよね。ハイエースなんか見てごらん、俺の白ガラスに変えてから変えるっていう方法ですからね、はい、方法でやってる、はいはい、だけど今度そのちょっと遊び心があって、はいはい、ものすごく断熱性の高いフィルムっていうのが出て、はいはい、それがこれです。ここにやって貼りました、ミラーです。そうですね、こうやって近づくと、はい、ミラーですね、ですだここの黒が縁ですね。ここ何も貼ってないです。ここは何も、ここ向こう透けてますよね。ここ今から貼るんですけど、あ、そうですね、はいはい、表面がミラー、そうですね、はい、でじゃあ内側行ってください、こっちから。すごいですね、綺麗に全部反射しますから、はい、あ、なんか全荷物がこっちに来た今度、はい、こっち黒、若干見れるけど黒、で、じゃあフィルムだけでいくとこうなってます。あー、ゴリゴリのミラー、はい、ゴリゴリのミラー、これリアガラスね、今から成形するんですけど、はいはいはい、ミラーで、反対側黒、あ、だから内側に入る面が、はいはい、で外側に来るとそのギラギラが来るわけですね。でこのギラギラ、このギラギラがプライバシーガラスに貼るとシックな、はい、こうちょっと変わった感じの、ただの黒じゃなくてないよ、ちょっと遊べるよと、はい、で編集長これ触って、この厚み、この厚みがポイントですごいですね、めっちゃ厚いよね、めっちゃ厚いっすね、はい、なんか普段ここで触るやつの2倍か 2.5 倍ぐらいは、2倍、2倍だよね、古いな。このぐらいあるぐらいの厚みがあるんで、はい、断熱効果めちゃめちゃ高いです。そうですね、はい、この車熱いってことで上に断熱入れました、入れました、さっきも言ったように上に断熱入れて、横はまあ何もやってない、はい、そうです、横は断熱とかデッドリングとかしてないです、うんうん、黒以外を何か表現したいっていう人はこのフィルム最適です。はいはい、はい、まあフィルムがものすごく厚いんで、そうですね、貼れる車貼れない車出てくると思うんですけど、これものすごい数字と思います、はいはい、でこれをじゃあ今から貼っていきますんで、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はい、どうぞ。す
すっごいミラーっすね。すごいミラー。すごいミラーっすね。取れた。あ、取れました。これ、あ、これ抜けないやつなんだ。あ、抜けないっす。あー、今俺引っこ抜こうとしちゃった。多分ですけど、この辺につなぎ目いるんじゃないですかね。中にいるやつ。この中に。いや、これなかなか大変だったんですよ。そこを通すって。そうだよね。鈴木の車ってそれ大変なんだ。いや、マジ大変なんですよ。狭いし。多分ガラス汚いですよ。すごい。買ってきてから拭いたことないんで。汚れてるっていうかさ、そのなんつうの。熱線のサビ。ああ。これ23年式なんですよ、うん、編集長が初めて新車買ったエブリィワゴンも平成23年なんですよ、うん、で先輩の車屋に行くじゃないですか、うん、でこのディッシュのホイール履いて、うん、車高ちょっと落ちたエブリィってなんかお前前乗ってたよなって言われて結局同じスタイルに落ち着きました。ホイールは結局また買ったのこれ。いや、これワゴン R に入ってたやつです、うん、すごいですね。床に落ちる水が汚い。黒いんですけど。普段ね、裏側でやってるからさ、それ分かんないんで。そうですね。だこんぐらい汚れるんですね。汚れてるんですよ。そういうことですよね。すごいですね。アルミ箔みたいですね。うん、ミラーが黒。なんかマジックやってるみたいです。なんかひっくり返すと違いますみたいな。なんだっけ、デジニアなんだっけ。古いな。もう彼らもきっと大きい大人になったんじゃないですか。手伝ってもらって、はい。とりあえずどれか、まずこいつですね。こいつをこっち向き、こっちが向こうで、あ、そうそうそう、で、ちょっとこっち寄せ、こっち寄せ、助手席側寄せで、せーの、もうまあコンパルト2倍ボードですか、難しかった、はい、はい、あ、もうちょっと、はい、はい、持ち替えますよ。はい、それだけは。これはさ、後ろのリアシートまでこうつける。そうす。なんで俺が今度前に行って、はいはい、ちょっと持ってやって。横行って。二人じゃなくて対戦的に。で、この椅子はこのまんまの方が背面ギリまでつけたいんで。俺はこっちで重いっすよ。だから無理っすよ。もうちょい、はいはいはい、位置は左右はどう、左右はだこれ多分ここくっつけとかなくていいの、もうちょいそっちっすね、こっちだよね、もうちょいそっちっす、こっちで、そうっす、あ、いいっす、これで多分当たってる、うん、当てとくってことでしょ、そう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 、そうするとこっちの脇にコークバムがないっす、それでズレ防止になるわけだ、ズレ防止と工具箱が重たいんでこの床を突き抜ける可能性があったんで、あ、これ配膳なんだよ、重たい、あ、いいですね、完璧です、こういうことです、
じゃあ頑張っていきましょう。え、頑張っていきましょう。これ先わかんないじゃん、だって。それで台はあのベースを作るんで。ランボスもこれ直で車ですから、ね。ああ。おー、これいいな。これいいっすよ。プロボックス使えるじゃん。バンならこう鉄出てくるんで、ね、いくらこうやって会長に1個あげたいやつ。強いやつね。結構強いですこれ。で、あ、いた。絶対車に積んどくキッチンで。で、あ、それカットです。作業中なんだね。よし。ちゃんと棒置いて。あ、本当に置いてあった。そうなんです。なんか本当に置いてあったんですよ。表示がなくて、表示中って。それも本当はあった方がいいんですけどね。あとはこれコーヒーです。そのまでいいじゃん。これあの。キャンプ用の同級生の、結婚祝いをずっと車に入れっぱなしっていう、なかなか会う時間がなくて、あ、渡すやつね。そうそうそう、もらったやつだと思って、もらったやつで俺にくれって言われたんで。いや、だって俺結婚しないじゃないですか。そうか結婚式に行って、それのお祝い、お祝い返し。そう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 、電動工具、電動工具はここに、そうそう、あの、うん、インパクトドライバーとフックがあって、ここへガチャンとくっつくんですよ。もっといっぱいついてたら、あ、そうそうそう、あの、多分電気工事屋さんはさらに後ろにも行って、うん、で、俺ここのワンポケットにあのソケットがちょっとあって、うん、で、電動がいて、ハンマーがいれば、とりあえず俺はこの感じちゃう、うん、これ便利っすよ。あの、手に持たなくていいっていう。もっと下下げてみて。この腰に当てて、すごい下が。やっぱ 下をこっち持つよね。で、あと携帯が出せないからです。これあんまり下行くと。これで入っちゃうんすか、うん、あ、そうか、地張りがね、もう入れれるってこと。そう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 、で、これワンホンだとここがテールじゃないですか。そうだ、ね、そうそう、その分もいけるんで、うん、いや、ショート取ってるなと思ってはい、出しますか。いや、とりあえず見てください、あの荷台を。荷台を収まりましたから、全部半元に戻ったギッチギチですけどね。ギッチじゃない。なんでこれをそのあの車検出してる年末の間に、棚はこの大きさが大体これで分かったんで、細かい寸法を出して、もうちょっと段、2段目がもうちょっと下とか、下を引き出しにとかをやって、まあ、もうちょっと仕上げようかなって。まあ、これ本当試作機なんで。そうですね。まあ、おかげでルーフライニングが破けてますけどね。よし、一回出しますか。出しますか。はい、外出てきました。いや、外張り終わって、外出た方が分かりやすいですね。分かりやすいね。あんだけキラキラしてたフィルムが、プライバシーガラスに貼るとこのぐらい色が落ちるんですけど、はいはいはい、渋い感じの光り方。そうですね。なんか、まあ、リアガラスもそうなんだけど、ガンメタに近いというか、近いような感じ。あのキラキラのミラーじゃないですね。そうですね。まあ、それガラスの黒さがあるんで、はいはい、キラキラじゃないっていうだけなんで、まあ、角度では黒だし、うん、そうだね、角度ではシルバー、シルバーっぽいし、そう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 。いや、これ面白いと思う。この後ろのフィルム。これはあのこうちょっと違うのを行きたいなっていう人はいいと思います。そうですね。で、断熱効果めっちゃ高いです。はいはい。
あのね、フィルム、まあ、来てもらった方はねお見せしますけど、はいはい、めちゃめちゃ熱いフィルムなんで、そうですね、熱を抑える力っていうのはすごくあるフィルムです。はいはい、で今での車には超おすすめです。でまあ実は僕が乗ってるコロボックスも、まあ実はこれがそうですよね。はい、ああそうですね、同じ感じですね、はいはい、でグリーンが強いガラスなんで、なんでちょっとこっちの方がモスグリーンっぽいですね。はいはいはい、へえ、はい、こんな風になって、まあ僕はこれの後ろにまだもう一枚挟んでます。はいはい、さらにいってるってことですね。はい、もっとまだ黒い断熱フィルム、はいはい、ここまでしなくていいと思います。こんだけ透け、まあ、3% です。数字でいくと 3%、まあ、なんで、はい、中は見えんですよね、はい、ほとんど、はい、ほとんど見えないと思います。ただ中から見、まあ、ちょっとこれ見づらいけどこの車中からこんな光り方ですね。普通のミラーの中ものすごく光るんですよ、まあまあ、後ろちょっともう無理ですね、はいはい、それがないです。それがないので、まあ、こういうふうに中からもまあまあ見やすい、まあまあまあ、まあ、そうですね、はい、これ今ちょっとおすすめです。そうですね、はい、まあ、断熱ってやっぱ今もう暑いじゃないですか、はい、暑いんで、はい、フロントガラス張りたい人、ドア張りたい人、あのドアだけ張ってとかいう人もいます、はいはい、フロントだけ張ってっていう人もいます、はいはい、それもどういうふうにも対応しますんで、はい、で透過率がいくフィルムっていうのが何種類かあります、はいはい、なのであのぜひお声掛けしていただければ。そうですね、はい、透明もありますしね。透明もあるし、透明がほんの少し色が入ってるとか、はいはい、だからまあこれボストじゃなかったらそっち行ってもいいですよ、はいはいはい、あの 900UV っていうやつがありますので、あ、はいはい、そういうのもありますんでぜひお声掛けいただければ、はいはい、対応いたします。このな暑い季節を乗り越えるためには、そうですね、こういうものも必要だと思います。そうですね、特に黒い車の方はそうですね、あの見かけが悪いとかなんとかいう人はいるんですよ。はいはいはい、 いや、はい、いるんですけどやっぱりエコな部分もあります、はいはい、まあそうですよね、余分な燃料使うんですもんね。つけてると燃料かかるとか、はいはい、いろんなこと、暑さを耐え忍ぶのにはやっぱりこういうものも必要だと思います、はいはいはい、あのぜひ、DM なり電話連絡なりいただければ対応いたしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ今日はこんなとこですか。そうですね、はい、これで今日鬼の3本か4本撮りが終わりましたと、はい、次はまた日が空いて登場しますので、はいもう忙しくなってしまって、はい、大変申し訳ないですけど、はい、また一人で撮る日々が始まります。そうですね、はい、すいません、はい、じゃあそれではアディオス。アディオス。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。